ほう。トシさん、やっとギルド、え、ありがとうございます、嬉しい。ギルドチャットもね、最近できてないんですけど、ギルドチャットでたくさんコメントしてね。お台場のフェス、そう、ん？お台場じゃなくて、あ、そうそう、25日のやつ、そう、来週くれて、リース、あ、危ない、やっぱダメだ、なんかなんかめちゃくちゃ口ずさんじゃう、危ない、匂わせ、匂わせ、匂わせかも。匂わせ、わざとじゃないんだよ、わざとじゃないんだよ。ハートありがとうございます。わざとじゃないんですよ、でもなんかやっぱりなんか出してしまう、口に、危ない。そう、25日の危ない受付、嬉しい。どっちとも、私個人的には一部がおすすめですね。どっちもおすすめなんですよ。一部と二部でなんか全然セトリが違ってやる曲もなんか違うんですよ。だからめちゃくちゃおすすめです。そう、なんか私いいよね、これって、私たちが考えたなんか瀬戸利というかもあるんですよ、瀬戸利、うん、曲みんなで話し合って、そう、なんか一人一人紙になんかやりたい曲みたいなのを書いていって、なんかかっこいい曲と可愛い曲と元気の曲を出して、そっからなんか自分の好きな曲を得るみたいなやつ、そうで、そう、その中で結構もうなんかみんながなんか大体一人、まあ4つ3つ4つぐらい書いてって、あ、そしたらもう14人いるから結構あるじゃないですか、候補が。で、その中で私がその候補に出した2曲が、そう、なんかなんとね、そう、披露できることになったり、自分がなんかアンケートでこの曲とこの曲とこの曲をやりたいみたいな書いて、そう、それで2曲もなんか、そう、2曲も、え、本当に楽しみ、いろいろ楽しみです。そう、一部の方、そう、それが一部の方で、本当になんか一部と二部もなんか瀬戸利が違うから楽しめます、本当にどっちとも来てもいいよ。どっちも来てくれた方がいいかも。予定が空いてたら開けといてほしいです。配信は、あー、ないあるかな、ついでに行こうか、え、ぜひぜひ、本当にあの私たちもめちゃくちゃ頑張ったので、ぜひいろんな人に見ていただきたいだなって思います。そう、披露するのは2時間、1時間ぐらい、2時間1時間半ぐらいなのに覚えるのはめちゃくちゃかかるっていう、でもその2時間1時間半で皆さんが楽しんでくださったらいいなって思います。大阪もや、え、そうなんですよね、花だれ公園ありますよね、出たいです。しかもなんか東京10月5日でなんか東京やるじゃないですか、それが私誕生日なんですよ、10月5日で、ね、出たいなみたいな思ったんですけど、さすがにねちょっと無理かなとかって思ったりしてるんですけど、ちょっと分かんないです。1曲覚える時間って早く、あ、でも初期と比べたら全然
かった、ありがとう。東京公演で生誕祭やばいね。私そう誕生日に東京公演があって、まあさすがにちょっと出れない気がするんですけど、さすがにまあ出れないと思うんですけど、夢ですよね。米粉パンケーキ美味しそうだった。そう作りました。今グルテンフリー生活なんで、ちゃんと守ってますよ、ちゃんと守ってますよ。今日の朝は米粉パンケーキっていうのを作って、昨日の朝も米粉パンケーキで、今日の朝も米粉パンケーキ食べて、お昼はなんか時間がなくてなんかコンビニの冷凍パイナップルを食べて、夜は夜も米粉パンケーキ食べえそうなんか米粉パンケーキがすごくめっちゃヘルシーで、なんか栄養はないんですけど、めちゃくちゃなんか脂質もなんかめっちゃ少なくて、ダイエット中にめっちゃ良くて、そうグルテンフリーだし、そう米粉パンケーキ、今日の夜は抹茶入れました。抹茶の粉、抹茶パウダー入れて、ちょっと味変、その抹茶パウダーの上にあんこ入れました。小豆、ゆで小豆のせて食べました。栄養はない、わかんないけどでもなんか野菜がないから、そっか、なんか麺類もビーそうなんよ。意外とグルテンフリー生活って厳しい。なんか醤油も小麦が入ってるから、そうむずいんよね。米粉は買います。そうなんだ、すごい。私はグルテン、この今グルテンフリー生活の時しか米粉はあんま使わないかも。でもなんかコンビニでなんか米粉のパンみたいなのあったんですけど、今日めっちゃ3軒か4軒ぐらい回ったんですけど、なくて、コンビニの売ってる、セブンイレブン売ってる米粉のパンっていうのがあったんですけど、なくて何軒か回ったけど、辛い、悲しい。何軒回ったかな、4軒か5軒回った気がするけど、そこまで、そう米粉のパンが欲しくて、グルテンフリーで、そうグルテンフリー、なんかなんだろうね、質感がさらに嬉しい。最近めちゃくちゃ肌荒れしなくて、毎日パックしててなんか風呂上がりに化粧水とかやるじゃないですか、それがめんどくさくていつもパックしてるんですけど、いやパックした後にも、まあ、もちろんなんかクリーム塗るんですけど、なんかちょっと早くお風呂出てからなんかもう1分以内とかに化粧水急いでするんだとか、本当にちょっと面倒くさくてとりあえずパックでやって、何分後かに、そう毎日パック使ってます最近。なのでちょっとパックの消費が早くてちょっとやばい。パックもなんか毎日使ってたら結構なんかね、出費がかかるんですよなんかそう、なんか7枚入って何円だっけ、600円ぐらいする。まあ600円だから安いかもしれんけど、1枚いくらぐらいだろう、計算できないわ。7枚で600円ぐらい、100何本毎日そう、それ使ってたら結構ね出費がかかっちゃう。そうなんよ。モバメ、嬉しい、イエーイ。ちょっと大ちゃんに好きになってもらえるかな。リアチュー、こんばんは。
モバメ開始嬉しい。経費出ないですよ。フル10分ぐらい。アップルパイ初めて知った。返信はそうリア中に夢中です。返信はハッシュタグリア中に夢中で書いてくださったら結構1日に1回は見るので絶対に。結構私結構調べる人なんですよ。ちょっとなのでハッシュタグつけてくださったら絶対に見るよ。いや違う、嬉しい。コナンさんありがとう。神本当平塚さんこんばんは。15分経ったかな。まだ経ってないか。こんばんは。リアチュに夢中。リアチュこと食べたら美しくなりそう。美しくなりそう。リアチュに夢中になってね。リアチュに夢中。リアチュに夢中。こんばんは。あ、15分経過しました。皆さんありがとうございます。見てくれて。あらい、そう、そうなんよ。他にはないかな。水分補給ね。今日もなんかもうめちゃくちゃ暑くてやばかったです。ちょっと夏はもうバスとか、あ、バスじゃない、バス歩きじゃなくてバスとか交通機関じゃないと無理ですね。さすがに歩けない。オンライン撮った、え、嬉しい。楽しみに待ってます。そして8月11日楽しみですね。皆さんおはようございます。東京楽しみ。写真展ぜひ美しいショットを撮ってくださったのでゲットしてくれると嬉しいです。ぜひゲットしてね。じゃあ男女見ます。行っちゃうか、行っちゃいな、行っちゃいない。男女見ます。あ、そうなんだ、そんなに雨。男女を読みるよ、にょにょにょ。あ、どうだっけ、こうか。男女は、あ、ありがとう、かわいい、ありがとう、嬉しい。11よろしく、嬉しい。やちさん、くまさん、ありがとう。パルコ行くよ、ありがとう。楽しみ、楽しみ、楽しみにしててください。リアチュ買いすぎ、嬉しい。ペイショーさん、ありがとう、嬉しい。リアチュこんばんは。ちょっと壇上の、ちょっとなんか横にしてたら分かんなくなった。壇上の読み方が、ここ押せばいいのかな。あ、イコタンありがとう。あれ横にしなきゃ無理な感じ。ちょっと、あ、ここだ。今来たばかり。ちょっとまたね。また見てください。13位から読みます。13位、カズさん、カズタンありがとう。12位、やっぱさんありがとう。アリガリアチュ、アリガリアチュなんか変だな。ありがとう、ありがとう、まあと。11位、タツバラさん、タツバラタンありがとう。11位、ヤスノリタンありがとう。9位、オフマンさん、オフマンタンありがとう。8位、スーさん、スーさんありがとう。7位、トシさん、トシタンありがとう。あ、変わっちゃった、順位が。どうしよう、パニック、まあ、もう一回13位から読みます。13位、ホフマンさんパチパチ。12位、スーさんありがとう。11位、イッコータンありがとう。10位、トシタンありがとう。9位、キャロットさんありがとう。8位、タツバラタンありがとう。7位、ハルさん、ハルタンありがとう。6位、シーちゃんありがとう。5位、アツイスタンありがとう。4位、シュウヘタンありがとう。3位ユナイテッドさんありがとう。2位ヤシチさんありがとう。1位ユウチさんです。ありがとう、まとう。皆さん見てくれてありがとう。久しぶり、みんな。またお話し会で会いましょう。会おうね。
フォローしました、ありがとうございます。写真展、え、嬉しい。動くレジ、え、嬉しい。配信ありがとう、こちらこそね、またまたね、ありがとう。また見つけちゃった、周辺。え、今日さ、モバメの写真これだったでしょ。気づきましたか。バイバーイ。じゃあまた久しぶりにリア充ポーズ。3、2、1、3、2、1。ありがとう、バイバイ。会いに行きます、嬉しい、待ってます。メール見れて、あ、そっか。